フランツ・ライゼンシュタインは、ドイツ生まれのイギリスの作曲家、ピアニスト。ニュルンベルクのユダヤ人の家庭に生まれる。幼い頃から音楽の才能を示し、17歳で弦楽し重奏曲を作曲した。1930年に、ベルリン音楽大学に入学し、パウルヒン・デミットに作曲を、レオニード・クロイツァーにピアノを学んだ。1934年に、 ナチス政権の迫害を逃れてイギリスに亡命した。イギリスでは王立音楽大学でレイフ・ボーオン・ウィリアムズに作曲を指示し、さらに1938年から1940年の間にソロモンにピアノを指示した。戦後はピアニストとしてヨーロッパで演奏活動を行う一方、王立音楽アカデミーと王立マンチェスター音楽大学でピアノの教授を務めた。 また1966年からボストン大学で作曲の客員教授に迎えられた。作品には、弦楽のための競争曲、2つのピアノ競奏曲、バイオリン競奏曲、チェロ競奏曲、ピアノ五重奏曲などの室内楽曲、ピアノ曲、カンタータ、夜の声、オラトリオ、ジェネシス、オペラ、漂流公開、死闘の41日、アンナ・クラウス、映画音楽、 ミイラの幽霊などがある。また、ホフナング音楽祭のために上段音楽も作曲した。作風は死のヒンデミットの影響を受けたもので、調整に基づくものであった。十二音技法や前衛には批判的であった。ありがとうございます。